じゃあ最後にこれを使う。合ってた書いてある順でいいんかい。このゲーム全然結末が予想できない。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、藤田美志郎です。さあ、ゼマンダス続きからやっていきましょう。予想できない話はやりながら話します。というわけで、ワンちゃんの声がつらい。ですね、前回はこのレッドサファイアの鍵を拾ったところで終わってるので、これを早速使っていきましょう。と言っても私これ弾とか持っていかなくていいか、まあいっかまあいっかとか言って、そう、私これ取ってからだいぶ空いてるので、私これどこでセーブした、あーここか。え、でもさ、レッドサファイアの鍵、あああれ、あ、どっかから行けるようになったんだっけ。この辺だってまだ通れないもんね。あれ、こっちとか行けるんだっけ。もうなんかどことどこがつながってんのか忘れたけど、ここ行けるんだっけ。あ、行けるわ。ここから行けばレッドサファイアのとこに行ける？あれ行けるっけ？あれ、ここ関係ないか。あれ、レッドサファイアのところってどうやって行くの？なんかどっかつながってるよね、多分。あれ、もしかしてレッドサファイアにそもそも行けない？レッドサファイアの鍵拾ったはいいけど。そっか。あれ、でももう他鍵全部使ったよね。レッドサファイア、ちょっと待って、鍵を使っていきましょうとか言って、私なんか勘違いしてた。なんかこの辺のどっかから行けるんだと思ったけど、違うじゃん。そういえばボルトカッターのこと忘れてたわ。あ、ボルトカッターどっかで使うんかな。メダリオンは1個じゃ使えなかったんだもんね。あ、ボルトカッター、ボルトカッター、待って、ボルトカッター拾ったわ、忘れてた。これがあれば鎖でも切れるかもしれない。え、鎖でなんか閉じてあるドアとかあったっけ。ここ関係ないもんね。鎖、なんかさ、地図見るとさ、あ、このマップないんだ、ここ。いや、ちょっと他のエリアのマップも見れるようになってほしいな。ボルトカッターとレッドサファイアか。お、今回は結構探索パートかもしれんな。まさかここに来て積むとは。そうで、地図を見ますと、行けてない場所は今このエリアだと左のドアが赤でバッテンがついてるんだけど、そこってそもそもなんかもう通ることが絶対できないみたいな場所っぽく見えるよね、ドア的に。で、あとは下の階は結構、あ、やっぱ赤バッテンは絶対行けない場所でしょ。だから赤バッテンじゃない場所を行けばいいってことかいな。赤バッテンじゃない場所でボルトカッターが使えそうなとこ探してみるか。じゃあ下の階だね。だってそもそもさ、なんかこの先とか敵がいるんだけどさ、ほら、ここどこって感じだよね。ここってどこ？ちょっと待って、ここってここの下どこだ、わからん。行ってみよう行ってみよう。下の階か。待って、下に降りるにはこの辺に階段があるかな。いや、ちょっともうどのドアが行ってないドアなのかわかんないから、片っ端から行ってみるしかないわ。あれ、ここって行けないの？あ、ここ行けなくなってるんだ、月の鍵ね。じゃあここは違うでしょ、まず。で、あとは一番左下の赤い扉ってどうやって行くんだ。外からつながってるのか。
外からつながってるのか。ちょっと待ってよ。難しいな。なかなか地図が頭に入ってこない。この辺もう敵いないよね。こないだ倒したよね、なんか投げてくるやつとか。新しく湧いたりしてませんよね。そんななんかボルトがかかってる的なドアとかあったっけ。全然記憶がゼロでござんすけど。いや、闇のメダリオン拾ってくればよかったな、あの時。今はいいですとか言って拾ってくればよかった。そこだけちょっと後悔。まあ拾ってきたところでなんか違うのかは分かんないけどね。その左の赤いとこに行きたいから、このまままっすぐ行って、まっすぐ行って、そしてここを曲がり、ここを曲がり、ここまっすぐ行って、あれ、こんなとこ行けたっけ。あ、この先になんかいるのか。待って、いるっぽい。あれ、行けるわ。あれ、ここもともと行けたっけ。待って、ただ敵がいるわ。おいで、おいおい、撃て撃て撃ってくれよ。なんで撃ってくれないのかな。本当になんで撃ってくれないのかな。撃って撃って、やばい、全然撃ってくれないのよね。しかももう弾ないじゃん、これどうすんの。ちょ、落ち着いて。撃て、撃たない。ちょっと顔が怖い。もう本当にこれ操作性が難しすぎる。やばい、これ死んだんじゃなかろうか。待って、私火薬持ってないわ。やばい、死んだかもしれん。足が速いんだよ、死んだよ。死んだじゃないか。ちょっとここまで戻ってきますわ、弾を持って。いや、ちょっと実はさらにもう一回死んでます。いや、無理すぎる。ちょっとさ、これダメージ多分蓄積だから、一発ってドア出ようかな。ちょ、本当にきつい、これ強すぎる。もう入る、 OK。 今当たってないよね、シャキンって言ったけど。ちょっとめんどくさいけど、これじゃないときついかも。なので、ちょっとこれで頑張って倒します。強くない？ちょっとあなた強いね。あー、びっくりした。もう本当にハンドガン置いてきちゃったよ。あ、なんか落ちた。あ、悪魔のメダリオンだ。あれ、悪魔のメダリオン、あれ、あそこのさ、教会にあったのって闇のメダリオンだっけ。なんか上向くね。カラスか、カラス襲ってくるかな。あれ、これメダリオン拾っちゃったな。あれ、あそこにメダリオンがあったのは私の気のせいか。ボウガンで壊す。あ、拾えないわ。これなんだ、ドア。あ、いけるの。いけるんかい。どこ、ここ、バックヤード。いや、ちょっと待って、まだちゃんと見てないから。こんなやばいエリアに。こんな新しいエリア、まだボスとか出たら困っちゃうからさ、ちょっと一回この辺を探索させて。ハンドガンの弾拾いたいな。あれ、こっちから来たんだっけ。いや、違うな。これなんだ。何か丸いものが置けそうだ。え、その丸いものってさ、私があのドアに使った、あのなんだっけ、ネブラの月みたいなやつ、もう一回剥がして持ってくるとか、そういう系違うかな。聖水が取れるってことは、聖水を使う敵が出てくるんかいな。あれ、いけるの、ここだけ、このエリアだけ。丸いもの、丸いものって、そのなんかネブラの月みたいなやつしか思い出せないけど、それちょっと取れるのかだけ調べてこようかな。壁から外せるのかな。いやー、違うね、入っちゃうわ。
そうか、違うみたい。じゃあ新しい丸いものが必要なのか。オッケー、じゃあいいや。この辺ポータルどっかある？ここ出たらあるか。ちょっとアイテム整理して、あのハンドガンの弾拾いたいので、アイテム整理したらちょっともう一回あそこ戻ろうと思います。ついでにさ、ちょっとメダリオンを今持ってきたんで、メダリオンはめられるかちょっとやってみようかな。天使と悪魔のやつね。あ、間違えた。あれ？間違えてない間違えてなかったよ。これって天使と悪魔のメダリオンだったんだっけ？あれ違うわ。メダリオンが盗まれたようだ。あれ違うの？あれ違うらしい。やっぱ天使と悪魔じゃなくって、光と闇のメダリオンとかだった？やっぱそういうこと？もうよくわかんない、何のメダリオンだったのか。このメダリオンって丸いものが置けそうだのとこに使うんじゃないよね。大きさがちょっと、もうちょっとこれより大きい気がした、さっきの扉のね、丸のくぼみの方が。違うのか。ライター使うかな。持ってってみるか。あとボルトカッターも持ってってみる。これまだいいんじゃないかなと思うんだけど、どうしよう。持ってっとくか1個空いてればいいでしょ。まあ最悪回復をね使うっていうのもできますんで。じゃあこれでさっきのドア行ってみようか。なんか出そうでやだな。なんかね、あんな一本道、長い一本道ってなんか一番最初にウハハモーションの敵と戦った道が結構長い道だったじゃん。ちょっとショットガンにしとこう。これ死にたくないな、セーブしてないからさ。だってそんな頻繁にセーブしたらね、レコード別にそんなにいっぱいあるわけじゃないんですよ今も。まあ少しはあるけど、そんな中しょっちゅうセーブしても安心ってほどあるわけじゃないから。なんだろうねこれ、わかんないな。まあとりあえずこっちは行けそうないのね。でじゃあこっちか。あーこれ、あーどうしよう。いや置いとこう。あ、拾って捨てよう。拾って捨てとこう。そしたらマップに出るからね。あーやだな、何も出ませんように、なんか変なやつだってなんかただの一直線なんだよ。なんか怖くない？怪しくない？あ、ちょっと待って、これなんか謎解きかも。あーこれ火つけるやつだ。ちょっと待って、大丈夫？なんか音怪しくない？なんかここあれだね、バイオ1のリメイクのなんかどこだっけ、ムーンクレストとか使うとこだっけ、スタークレストとか、ちょっと忘れちゃったけど、なんかどっかの道に似てる。なんか、あ、なんか虫が飛んでるなるほど、やっぱこれやるんだ。神聖な火が灯るとき自由が訪れる。こっちは書いてない。 OK。 じゃあつける順番があるってこと？愛ね、愛から始まるやつ。 N ね、読めない。ネシア、あー読めないA ね。フィア、何個あった？E から始まるやつ。ベスタ、アルファベット順とかじゃないの？違うんかな。読み方書いてあるね。イガンティア、ベスタ、フィア、エスネ、ネシア、アルデレ。
どのような組み合わせで火を灯せばいいのか、組み合わせっていうか順番でしょ。アルファベットの早い順じゃダメ。だから A ん A B C D E F だから A E F N I V え A B C D E F G H I I が先か。A E F I N V 違うかな。 A E F ん A E F I N V やってみよう。どれこれなんだっけ。これいいね。 A はもう一個先だった。これ A、やってみよう。わかんないから。おお綺麗。 A A 違うのかな。なんだ、あ消えちゃった、うん、やっぱさすがに違ったらしい。私順番間違ってないよね。ABCDEFAEFABCDEFGHI が先だよね。 IJKLMNOPQRSTUV が最後だよね。じゃあ関係ないわ。さすがにアルファベット順ではなかった。ということはこれこの書いてある順番ってことないよね。あこれ書いてある順番でいいのかな、もしかして。 IVFENA あちょっとやってみるか。I どこだっけ、一番奥だっけ、もう全然覚えてないよ。じゃあ最後にこれを使う。合ってた書いてある順でいいんかい。ずいぶん優しいパズルだな。書いてあるだけでよかったらしい。めっちゃ優しいよね。この先何、なんだかわかんないわ。やばい、どうしよう、変なの出たら死んだらやだな。セーブしたいな。うわーどこだろう、ここずいぶん先にポータルがあるわ。怖くない、弾あるよ。だってセーブしてから行くか。戻れるかな。あ戻れてよかった。ちょっとセーブしてきます。怖いわ。ちょっとセーブしてくる。さあセーブしてきたので死んでも安心です。レコードあとね4枚、あれ5枚だっけ、まあ、4か5枚ぐらいはありましたね。まあただね心配だよね。あと4回しかセーブできないって言われたらやっぱ心配だよね。10回とかならねまだまあいいかなって感じもするけど、じゃあ行ってみよっか。大丈夫かな。なんかあれでそうじゃない、あ普通待って、普通のゾンビがいる。普通のゾンちゃん、よいしょ、あ倒した。大丈夫か。なんかあの生成かける敵が出そうと思ったんだけど、あれ当たんなかった、くそー。もう一発ぐらい、うわ外したな今。オッケー、いやボウガンもだいぶ使ったよね。うわここすごい見づら、外したな。しかもよいしょ、 OK。 どういう地図だ、こっち行ける。なんか普通に敵がいるだけ。あれあれ、あこれ爆発するやつか、なるほど。こんなとこで爆発されたら困っちゃうわ。わあボウガンもう弾ないじゃん、拾いたいなボウガン。ハンドガンの弾か、ちょっとボウガンを樽を壊すように取っておいてハンドガンを使うか。やだ水辺、この水でよくそんなスイスイ走れるね。あまたあなた爆発タイプでしょ。オッケー、リロードしとこう。
ちょっと待って、やだな、なんか変な敵出たらやだな。また爆発か。外した。フラフラしないで。結構敵いるね。ヌルトタイプだ、あなた。あなたヌルトちゃん。これなんだ、水を抜くのか。小さい円形のものがここに配置できそう。あれでしょ、クランク的な。水を抜くわけじゃなくてクランク回して通るみたいな感じかな。大丈夫ですか。普通のゾンビ。オッケー。こんなところにゾンビいるの不思議だね。なんかちょっと出たら嫌だからショットガン持っとこう。え、これどういう、これぐるっと回ってるだけ。樽があるわ。これでもうあれじゃん、ボウガン使い切っちゃうじゃん。あー、1個しか入ってなかったか、くそー。あ、でもボウガンボルトだ、ありがた、ありがたいわー。そんでもって、そう、クランク持ってないけど、あとどこ行ける？いや、そこが開かない限りは進めそうにない。行けるとこなくない？ここ以外。ここが行けないと、うん？あ、すご、すご。水面が見える。水面じゃない、水中。いや、ここが行けないと他行けるとこなくない？え、そこが、この地図の赤いとこがここ、今。いや、違うな。いや、行けるとこないな。むむむむ？え、これまさかあのドアノブじゃないよねなんかずっと使ってないドアノブあるけど、ドアノブ使うわけじゃないよね。あれ、わざわざこんなとこ来れたのに行けるとこないわ。なんか見逃してるとかじゃないよね。ここぐるっとなんか回れるだけだよね。回って、いや別に何にもないんだよな。何もないし、あら、行けるとこないんかいな。そんななんかハンドルみたいな、チェーンカッターじゃないしね。ハンドル的なもの拾わないと。こっちが来た方、アイテムあっただけだもんね。あ、じゃあ行けないわこっちは。そっか。じゃあやっぱボルトカッターとか使うところがどっかにあったのかな。そういう場所でハンドル拾えるとか。まあ次行く先はこっちってことか。オッケーオッケー。じゃああと開いてないドアは、ちょっと待って、ハンドルか。ドアのハンドル違うよねドアノブみたいなやつ。あれどこで使うんだろう。ずっと持ってるけど使い道がわからん。まさかあそこに普通のドアノブみたいなのはまったらちょっと笑っちゃうよね。そっかそっか。あれ、ここどこだっけ。こっちか。ちょっともう一回地図が見たいから、この辺のエリアに戻ってこないと地図が見れないので、つまりあと行ってないドアはですね、
じゃあ最後にその下の真ん中じゃなくて下の左の赤いドアちょっと見てみるか。行く方法は、謎解きしたあのゾウの部屋から戻ればいいのか。ゾウの部屋どこだっけ。ここか。つまりは今のところさっきセーブした意味はあんまりなかったってことだよね。あのセーブから戻ってきてもすぐ戻れそうだよね。ゾンビ倒しただけだから。こっち行って、どこだ。そんななんか開いてないドアあったっけ。普通に鍵持ってないやつか。ここじゃなくってん？これなんだっけ。これは普通に開かないやつか。この辺これか。普通に鍵持ってないだけか。セレスか。セレスの鍵は持ってないわ。あ、じゃあやること分かんないね今。ボルトカッター、ここじゃない。あ、銃で撃つんじゃダメだったの。ちょっと待って、ボルトカッターじゃないや、チェーンカッターか。ボルトカッターって私ずっと言ってた。あ、ここじゃない。あれ、ちょっと待って、使ってみたいな。ちょっと待って、持ってないのか。待って、あれだけ試してみよう。なんかそんな気がしない。それ以外に使う場所がだって今さ開いてないドアとかないし。あ、そうかもしれない。なんで銃で撃つだけじゃダメだった。銃で撃てばよくないか別にね。銃で撃てばよかったんじゃないのと思いますけど。ちょっと待って、あー、ここワンちゃんの声が辛いのよな。ちょっと待ってくださいね。オッケー、そしたら、いやでもやっぱボルトカッターだった名前。ボルトカッターでもチェーンカッターでもいいのね。どっちでもいいのかな。で、ここだよね、このなんかダークルームってやつ。違うかな。でもなんか届くこれ。あれあれ、つかかってる。違うかな。あー、できたっぽい。いけるようになったよ。ちょっとチラ見しよう。チラ見、多分時間が、まあ相当カットするとこあると思うけど、時間がそろそろいい感じじゃなかろうかと思いますんで、先には進まず確認だけして終わりにしようかな。あれどこだっけ。ん、こっちのエリアか。もう全然わかんない。全然わかんないよ。ここかな。うわっわっわっ、ちょちょちょ、落ちついた、落ち、びっくりした。いなかったじゃん。今普通のゾンビだった。何がいた。まず前になんかいっぱいいるわ。いや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 、だからさ、いやだからさ無理なのよ。あー、ごめんね。オッケー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 、いいよいいよいいよ。でもうあとあなたたちはこうよ、もうこうよ、こうしてこう。あ、意外と強いね。ふう、よかった。これはさ、チラ見調べるだけならいける。ロープがあれば。ロープ、ロープ、ロープなんか持ってないよね。
せっかくここまで来て、次じゃあここ進もうと思ったのに、私ロープなんか持ってなくない？ロープなんか持ってたっけ？持ってないよね。ロープ？え、あ、いや、ロープは持ってないんじゃないかな。あー、じゃあどっかにロープがあるんだね、きっとね。え、ちょっと一応アイテムボックス見るけど、多分持ってないよね。拾った記憶ないよ、だって。そっか、まあでもボルトカッター使うところ分かっただけでもいいか。あ、じゃあちょっとなんか次進められるようになんか探しておきます。ロープなんか持ってないよね、だって。なんかドアのハンドルしか持ってないんだよ。ずっとドアのハンドル持ってるの。いや、ないわ。うん、ないね。わかった。オッケー。レコード、1、2、3、4。やっぱ4枚だ。結構なくなってきたね。オッケー。じゃあ、とりあえずセーブして終わりにしようと思いますが、次、何したらいいかわかんないので、なんかアイテムとか探しておこうと思います。はい。というわけで本日はこの辺で終わりにしましょう。もしかしたらちょっと動画長いかもしれない。わからない。カットしてみないと。はい。じゃあね、なんかまた新しいとこ行けるようになったんですけど、なんかあの沼地みたいなところとか、今のシャンデリアのところとかね、いまいちどうしたらいいかってまた感じなので、次回もね、頑張って探索していきましょう。というわけでこの辺で終わりにします。じゃあ最後にね、今日もゼマンダース面白かったと思ってくださった方は、あ、今思い出した、結末がわからないって話するの忘れてた。そのまんまの意味なので、そういうことです。どうなるか分かんなくない、だって。なんかマルチエンディングとかなのかな、もしかしたら。分かんないけど、なんか全然さ、まださ、その娘さんとか旦那さんのこととか、ポールさんとかどうなったって感じで、なんか結構もう進んでると思うんだけど、私多分ゲーム的には普通に終盤なのか分かんないけど、少なくとも絶対半分は超えてると思うので、なんかそれにしてはどうやって終わるのか全く結末分かんないなって思ってるので、うん、どうやって終わるのか楽しみですね。はい。というわけで、最後になっちゃった話すのが。まあいいや。はい。というわけで、じゃあ最後にね、ゼマンダース面白かったと思ってくださった方は、ぜひグッドボタン押していただけると嬉しいです。それからチャンネル登録、コメントもぜひよろしくお願いします。あと、SNS やっております。Twitter よかったらフォローしてくださると嬉しいです。というわけで、また別の動画でお会いしましょう。じゃあ、バイバーイ。I'm not the only one.